WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、茅島みずきです。ずっと映画の作品には出演したいと思ってたので純粋に嬉しかったですけど、でもやっぱり初めてっていうこともあって不安とか緊張もありました。すごい衝撃的な作品だと思います。私演じる川原は何事にもまっすぐな子で、頑固な部分とか、あと人付き合いがちょっと苦手な部分もあるんですけど、私と似てる部分も結構多くて役に入りやすいなって思いました。トースケのアパートで私が松本穂香さん演じるポンちゃんに一言言っちゃうシーンがあるんですけど、そのシーンはすごく緊張していて印象に残ってます。どんな方が見ても共感できる部分がとても多い作品だと思うので、たくさんの方に見ていただきたいです。こう役作りをするときに役ってそれぞれこう悩みがあると思うんですけど、私もその悩みに寄り添って役に入れるようにしています。始めたきっかけはお兄ちゃんがこう部活を探しててゴルフをやるってなって私も一緒に始めたんですけど、ゴルフの魅力としてはこう努力した分だけちゃんと結果が出るので、そこが魅力だと思います。どんな役でも演じられる振り幅のある女優さんになりたいです。いつも応援してくださってありがとうございます。これからも一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。8月28日公開、映画青くて痛くて脆い、ぜひ見てください。